早いな。競争が通ってった。消えた。消えました。いいえな。電車なくなった。親父バカだから新幹線を逆転するから。新幹線で抜き返せばいいだそう。何考えてんの。うわ、なんだなんだ。どうした。うわ。すげえ、これ持ってる。事故ったんだね。すごい数いるね。だから普通じゃないじゃん。うん。引き返そうと思って事故ったとかさ、ありえる。絶対そうだよ、うん、しかも直線だからまたなお怪しいよね。怪しいよね。絶対だって 2台3台止まってんじゃん。うん、しかも、まあ、警察あの数だからね。巻き添え食わなくてよかったね。いや俺昨日事故った時1台しか来なかったからね。パトカー1台に警官の2人、しかも5分ぐらいでもうすぐ帰ってたからね。救急車来ないね。うん、大丈夫だったのかな。かもしれない。今から来るんかな。多分今から来ると思う。大丈夫じゃねえと思う。だよな。うん、押してるもんな。うん、打撲ぐらいはなるかもな。うん、多分農家の人にも弁償しないとなんないしね。ちゃった。せっかく植えたのに。田植え終わっちゃったかな。ガソリンで汚染されるかもしんねえしね。ねえ、そうだよね。あ、いた。いたね。いつだ。電車かもさっきの事故見えたかもね。うわ、待て待て。終わったと思うなよ。ラピュタみたいにセルの上走るか、うん、いいね。
距離運転する。ドキなとか言って。ドキなって。頑張れっつってバーン。運転手吹っ飛ばす。